ランスロット・ロイル・ランスロット・ロイルは、イギリスの陸上競技選手。実業家。1924年パリオリンピックの銀メダリストで、ある。ロイルは、1898年、ロンドン郊外のスタンモアで誕生。父親は有名なクリケット選手のバーノン・ロイルである。1916年に、ハーロー校を卒業後、英国陸軍に入隊。第一次世界大戦では、 フランス戦線に参加、終戦までその地に留まった。戦後も陸軍に残留し、ここで持ち前の運動能力を高めていく機会を得た。ロイルは非常に優れたスプリンターでハロルド・エイブラハムスやエリック・リデルといった映画炎のランナーでも描写された当時の有名な選手とも何度も対戦したことがある。英国陸軍の大会では1920年、 1921年と勝利。1921年には陸軍で中尉に昇進。1924年にはパリオリンピックに出場。400メートルリレーではエイブラハムスト、ウォルター・レンジリー、ウィリアム・ニコルと共にアメリカに次いで銀メダルを獲得。ロイルは200メートルも非常に強い選手であったがエントリーしなかった。引退後は 小売業の経営者として活躍した。ありがとうございます。